ちも。半分ぐらい聞きました。お、ありがとうございます。明日のために喉を整えないと。クレンジングオイルないと思ってたけど持ってきちゃった。今日はこちらで寝たいと思います。で、乾燥してるからさ、めっちゃ。こんばんは。ね、喉飴食べなきゃん。我会，我会吃のど飴。フェス楽しみ。ねえ、楽しみ。新居の住み心地はどうですか？いいね。勝力のユニットの日本とかもありますから。母がね、なんかいろいろ置いてくれます。3人のパワーが集まる。めっちゃ乾燥してるんだよね、ここ。そう、めちゃめちゃ乾燥してるんだよ。龍角さん、どんな配信やばすぎ。加湿器ないんですね。加湿器硬いですね。そうなの。顔だけテントみたいなのがあるらしくて、こう寝とう時に顔だけスポッて、これ買おうかなって思ってるとこ。のだめもあります。あ、歌唱力決勝応募してよ。当たったらガチ応援するね。ありがとうございます。頑張るね。ホームセンターかベスト電気行って貸して使わないとね。私思ったんだけどさ、なんかいろんなお店あるやんか。例えば買おうとしたら生活用品とか。私あのキッチンバサミが欲しくてさ、あれどこで買ったらいいんだろう。ドン・キホーテ見てたんですけど、ドン・キホーテじゃない気がした。とってももっとなんか売っとうとこいっぱいありそうって思って。スーパーとかどこがいいんだろう。コメリ、あ、みんな100均のかスリーポイントで買ったんや。なんかさ、
貝印とかで買ったがいいんかなって思って、ちょっと今日はね買うのやめといた。買おうかなって思ったんですか。ハンズ、ダイソーで十分なんだ。わ、IKEA で買いました。いいですね IKEA。 今度 IKEA 行こうって思って何買ったらいいやろ。今雲のライト買おうかなって思ったっちゃん。そう、100均でも大丈夫ですよ。だってそうなんだ、私左利きなんです。で大抵のさ日本のハサミは右利きだから。明日何着ようかな。私も2ヶ月前から、あ、いい感じの動画。やっぱね龍角散落ち着くんだよな。ホームセンターに行ったらどう。確かにホームセンターがいいのか。サウスポーかっこいいね。サウスポーの、サウスポーのメリットって何があるんやろ。ドッジボールするときちょっと良かったですね。なんか左利きのメリット何があるんだろう。你在吃薬吗。これ我喜欢这个ロン、なんて読んだろう、龍角散ダイレクト、龍角散これ人気らしいよ。なんかめっちゃトライアル、トライアルもいいの。やばい、なんかちょっとこっちすればいいんだ。中華かとき汚れにくいとか、めっちゃ汚れる私。国語がめっちゃ大変でしたね。国語かな。そう、国語今週2月は結構大忙しですね。いろんな、私ラジオがめっちゃ好きでさ、なんだっけ、そよ風真汐さんの今夜マシマシを毎週聞いてるっていう話を冒頭でもしたんですけど、ラジオのね、そうラジオめっちゃ好きやけど嬉しかったな。しかも4週連続だから最高です。私声低いからさ結構テンション自分では上げてるって思ってても結構ね低いなって思ったりするんだけど、今日はどうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。わ、嬉しい。今日のラジオ聞いたけどやっぱりゆかちゃんの話かなり好きだなって思った。あ、これじゃない、いいねだ、いいね、ありがとうございます。習字はどっちの手で書きますか。右ですね。右で書くんよ私。習字は結構上手で右手で書くの上手なんやけど、逆に左手で小筆でね自分の名前は書くんですけど、それがめっちゃ苦手。そうだから右のこうさ、習字ってこう斜めに入るやん最初、こう筆が、これができんくて左でやったらこうせないかんわけ。これ難しいです。そうなの。カメラを押さえるという技を覚えました。龍角散ダイレクトはね
なかったって書いてた人いた。そう、めっちゃ人気なのよね。今年の大会までは残しておきたいな。右手使うときはどんなとき？携帯もどっちでも触るか。龍角散ダイレクトって粉っぽいの、あれよ。めっちゃあのブルガリアヨーグルトに一時期ついてた、昔ついてた砂糖と一緒の形してる。あの水溶けが良い。今ないですけど、最近はなんでなくなったんだろう。めっちゃ好きだったんだけどな、ヨーグルトの上の砂糖そう、なんか細長い感じの。あ、ちょっと恥ずかしいんで閉じますスースーする。いいよね、口どけいいやつ。そうなのよ、逆に物足りないぐらい懐かしい。懐かしいよね。そう、別でついてたよね、蓋に。最近はもうね、中蓋みたいなのもない、ないよね、多分。わかんないけど、ないやつも。どんどん無駄を減らしていこうっていう世の中。お風呂入ってちょっと寒すぎてこれ着ちゃったんだけど、下にジェラピケ着てて。お風呂入った、入りました。あと恵方巻きも食べたよ。食べた恵方巻き。今日はラジオ終わりにお母さんに恵方巻きをもらって食べました。お母さんも作ってくれました。私一人暮らししても絶対に恵方巻きを食べたくて、そうで恵方巻き食べたかったから。ヨハ今天晚晚饭吃什么？今天的晚饭是恵方巻き。恵方巻き是二月三日に食べる、なんて言ったらいいんだ、のり巻き、こういうやつふふ日本のね、南南東で食べた。31日おめありがとうございます。いや、ほんまき美味しかったな。食べたかったっけんね、親に言って。でそしたら、あの砂糖と塩を買わなきゃっていうラインをしとって、そう、恵方巻きと、あとお豆も。年プラス1個食べたらいいって言います。豆めっちゃ好き、これ美味しいよ。鬼は外しないと。食べた。パクパク食べちゃうよね。これあ、さっきもね2粒ぐらい食べたんだよね。しかも何かこの炒り豆ってさ、めっちゃシンプルやん。大豆、炒り大豆、炒り豆、美味しいですよね。
後でマクロのお豆も残しておこう。洗い物しなきゃだ。では明日も会いますことですし、いっぱいハート飛んでる。今日はこのあたりでバブミン強い、ありがとうございます。嬉しい。じゃあランキング読みたいと思います。13位から博多の細麺、博多の細麺 HKT 博多市打ちつつ涼、平松、貞治、春菜、若、肉、さんが、ケネス。細麺打ちつつ涼、平松ちゃん、若、さんが、ケネス、春菜、ミキティ、龍が、きなこツインテール、ありがとう。2位がヤマポン、ありがとう、元気。1位が肉、ありがとうございました。ラジオ聞いてくれてありがとう。お便りもいっぱいありがとうございました。ラジオ聞けないっていう方もね、お便りだけでも送っていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。では良い節分を。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ。